それでスネークバイトを使ってイゴームってヤツとの戦いはどうにか勝てたってわけだ。なるほどね。なんだかあんたらしいわ。そうかな。でも結構あの時は緊張したけどな。涼しい顔して切っちゃったんじゃないの？そんなことないぜ。修験学院に行けるかどうかがかかってたから必死だよ。現実世界に連絡を取るためにも決して負けるわけにはいかなかったんだ。なるほどね。やっぱりキリトの武勇伝は面白いわ。そうかな。うん、だからもっと聞きたいな。あ、ねえ、他の戦いではどんな相手と戦ったの？そうだな、修験学院で初等練習だった時、俺は貴族と戦って、俺、まあすっきりした。リーズ起きちゃったのね。なんでこんなにも至近距離で、顔がめちゃくちゃ近いような気がするんですが。ごめん、なんだかキリトの寝顔見るの久しぶりで。そうなのか。それとあとはちょっと寂しくなっちゃったの。寂しい？うん、あんたの武勇伝をいろいろと聞いてるとね、なんだか私が知らないうちにキリトはいろんなことを経験して前よりも大人になった気がしたから。そうかな。別に俺は大人になったっていう自覚はないよ。確かにこの世界で過ごした年月を数えるとリズより年上にはなっちゃったけどさ。確かにあんたは大人びたわ。顔つきだって変わったし。でも寝顔だけは変わってない。幼さが残ってて可愛くて、少し前まで私が見てたキリトと変わらない。だからね、つい安心してじーっと見ちゃったの。そうなのか。今は安心したか？ええ、もう大丈夫。そうだ、セルフイメージの回復チェックしないとね。ああ。それじゃ、私とキリトの一番初めの思い出を振り返りましょう。覚えてる？初めて会った時、あんたが私の最高傑作を折っちゃったこと。覚えてます。うん、よろしい。その後、私たちが強い剣を作るために一緒に冒険に行ったのは？もちろん覚えてるよ。よし、あの時、あんたが私のことを守りながら竜の巣に真っ逆さまに落ちちゃったことも？ああ、覚えてる。そう、あのね、キリト、実はちょっと聞きたいことがあったの。聞きたいこと？あの時どんな気持ちだったか思い出せる？あの時の気持ち？高いところから落ちて一緒に死んじゃうかもしれないのに、あんたは私の下敷きになってくれた。普通だったらそんな風に命がけで出会ったばかりの誰かを守るなんてできないって思うから。ねえ、あの時私のことどう思ってたの？俺はあの世界でもう誰にも死んでほしくなかったんだ。だからああやって関わって一緒に冒険に行ったリズを死なせるぐらいなら俺が死んだ方がマシだって思ったよ。そう、やっぱり変わってないわね。え？穴に落っこちて二人で話している時、あんたはさっきと同じようなことを言ってくれた。その時にね、キリトの心の温かさに驚いたの。俺だってリズが生きててくれてよかった。あの頃の俺は誰かとパーティー組むのに抵抗があったんだ。でも一緒に落っこちたリズは生きててくれた。リズが生きているのを見て本当にホッとしたんだ。やっぱりあんたは私のヒーローだわ。いつだって自分より誰かのことを大切にしちゃうの。あの時に私、あんたなら
あの世界を攻略できるって確信した。実際その通りになったしね。あんたはみんなのために世界に変化をもたらした。俺だけの力じゃない。みんなと力を合わせなきゃ百層攻略は無理だったよ。それでもキリトじゃなきゃあの世界を終わらせられなかったわ。でもだからこそちょっと心配なところもあるんだけどね。だって SAO でもどこの世界でも気づけば何でも一人で背負って無茶をしちゃうんだもの。そうやっていつも世界に変化をもたらすけど、見てる方は気が気じゃなかったりするのよ。そうやっていつも俺の無茶に気づいてくれるのがリスだったよな。え？まあ当然でしょ。大切な仲間なんだから。ああ、俺はリズやみんなに助けられてばかりだよ。これからも世界を変えるためにリズたちには協力してもらうことになると思う。なんだかんだでこうしていつもみんなを巻き込んじゃうんだよな。今さら何言ってるの。私は精一杯協力させてもらうわ。この世界でもあんたにとことん付き合うわよ。リズ、ありがとう。でもたまにはお礼の代わりに私のわがままを聞いてもらうけどね。わがまま？え？ちなみにそれは家事素材とか豪華な防具とか？違うわよ、そんなんじゃない。じゃあ何なんだ？それはね、キリト、もうちょっとだけこのままあんたの顔を近くで見ていたいの。まあいいよ、けどわがままにしちゃ随分安すぎる気がするな。本当にいいのか？いいに決まってるじゃない。それじゃああんたの可愛い寝顔。リーズ、寒いのか？今日って気温が低いのかしら。なんで毛布かけてくれたの？この毛布、二人で入るには少し小さいからな。リーズが風邪なんてひいたら困るからな。ゆっくり温まりながら休んでくれ。ダメよ、それじゃあんたが風邪ひいちゃうじゃないの。いや、本当に俺は大丈夫だからさ。野宿とかして寒さにも慣れたし。そんな問題じゃないでしょ。ああ、もうしょうがないわね。イエイ。あ、リーズ、何するんだ。やっぱり毛布には一緒に入らなきゃダメよ。それに寒さの解決方法ならちょ、なんだよ。見てなさい。な、リーズ、さすがに距離近すぎないか。こうすればちゃんと二人分毛布の中に収まるし、人肌のぬくもりを感じられるでしょ。でもこの距離はさすがにまずくないか。やっぱり寒さには人肌のぬくもりが一番っていうし、私だってあんたに風邪ひかれたくないの。それはそうかもしれないけど、近すぎる気がする。かなり体が密着していて、なんというか、体がぴったりくっついてドキドキしてるってわけ。違うぞ、断じて。いいのよ、ドキドキしてくれた方が嬉しいし。けど別に私たちが一緒に寝たのって初めてじゃないでしょ。え？ほら、一緒に寝たことあったじゃない。ああ。まさか覚えてないの？いや、覚えてる覚えてるよ。そう、よかったわ。この記憶の確認は OK ね。どうしたのよ、顔赤くして。いや、なんか面と向かって言われると恥ずかしいこともあるなと思って。まだまだこんなもんじゃないわよ。え？キリト、それじゃあ私たちがあんなことやこんなことをしたのは覚えてる？え？何を言ってるんだ、リズ。ひどいわ、キリト。覚えてないなんて、私をもてあそんだのね。そんな、俺は何も。
な話をして手を握りながら眠ったじゃない。え、私たちの大切な思い出なのにひどいわ。なんだそれなら覚えてるぜ。それならってことはさっきは一体何だと思ったのかしら。なんでもないごめんごめん、なんだか急にキリトのことからかいたくなっちゃって。びっくりさせないでくれよ。もしかしてキリトが忘れてたら寂しいなって思っちゃってついついいたずらしちゃったの。私にとってあの思い出はとっても大切なものだから、キリトにとってはどうかしら。まあ大切な思い出だよ。嬉しいな。あの時私はずっと鍛冶屋を続けてきて誰かとパーティー組んだりすることもなくて、それでもお店をやるのは楽しいし毎日充実してるって思ってたんだけどね。あんたとスリル満点の冒険をして手をつないで眠った時に初めて気づいたの。私はずっと寂しかった。本当はこういうぬくもりを求めてたんだなって。俺もだよ。リズの手からもらったぬくもりは今も忘れてない。久しぶりに一緒に旅をしてくれたこの女の子は危険な目にあったのに確かに生きててくれた。だからリズが生きてるって証拠のぬくもりを感じた時心底ほっとしたんだよ。それからこの小さな手を守るためにもどうにかデスゲームを終わらせないとって思ったんだ。まったくあんたってほんと罪作り。どうして。なんでもない。私はあんたと今もこうしていられるだけで幸せだもの。ねえキリト、あの時みたいにあんたの手握ってもいい？まあいい。キリト。リズ眠いか？まだ大丈夫。ごめん、ちょっと戦闘の特訓で昼間走り回ったりしたせいか。そうなのか、あまり無理するなよ。だってん？なんだ？ねえキリト、この世界に圏内という概念はないのよね。ああないよ。最近じゃ町にだって魔獣の脅威が及ぶ可能性があるからな。そうよね。どうかしたのか？それってこうして休んでいる時に寝込みを襲われたりするかもしれないってことでしょ？その心配はあまりないかな。禁忌目録があるから殺されるようなことはまずない。人の天命を理由なく削ることは禁じられているからな。でも禁忌目録をうまいことかいくぐって悪事を働く人だっているんでしょ？キリトは味方も多いけど敵もそれなりに作っちゃうから寝てる時だって安心はできないんじゃない？まあな、どんな手を使ってくるかわからないといえば確かにそうだ。でも安心してくれ、狙われたとしてもリズのことは必ず俺が守るからさ。それは嬉しいけど、私は自分じゃなくてあんたが心配なのよ。リズ、俺なら大丈夫だ。これでもアドミニストレーターを一度は倒したからな。そう言われると反論できなくなっちゃうけど、それでも私はあんたのことを心配だわ。だからもっと戦闘で強くなって私もあんたのこと守れるようになりたいの。そんなに心配か？ええ、いろんな意味でね。記憶がちゃんと戻ってるかどうかもまだわからないし。それも大丈夫だよ。いろんな人と話をして確かめたらたまに曖昧なところがあったけどほとんど元通りみたいだ。え？曖昧？それってまずいんじゃないの？例えば何の記憶が曖昧なの？まあそうだな。なあリズって何屋だったっけ？あんたそれわざとやってるでしょ。バレたか？バレるわよ、さすがにそこまで騙されないわ。教えて、本当は何が思い出せないの？いや俺って疲れたリズを励ますために
いつもどうしてた？そうね、だいたいあんたは直球でそのまま頑張りすぎないでって言ったりしてたかも。そうなのか。もっと上手い励まし方だとか。あんたはいつも正直だからね、回りくどいことはなかったと思うわ。ああ、思い出した、一つあったわ。キリトがしてくれた私を励ます手段、最大に私が癒される方法よ。へえ、それってどんな？リズさん、なぜ急に抱きついて。キリトは昔こうして私に充電させてくれたことがあったわ。覚えてない？ああ、覚えてる。それじゃあまた充電させて、そしたら私元気になれるから。ああ、いいよ。やっぱりあんたって温かいな。気持ちが落ち着くわ。そうなのか。え、ありがとう、充電完了よ。ああ、落ち着いたか。ええ、もちろんよ。それに元気が出た。やっぱりキリトの充電は一番の薬ね。それならよかった。ええ、私また頑張れそうだわ。この世界でキリトを守るためにね。は極楽ね。思いっきり足を伸ばして、あいたたたた。大丈夫なのかリズ？大丈夫よ。筋肉痛が背伸びをした瞬間に一気に襲ってきただけというか。筋肉痛？ちょっと細工の練習をやりすぎたせいか筋肉痛になっちゃって。リズ弟子入りしてからほぼ毎日練習してるもんな。そりゃ体も疲れるよ。でもそうやって鍛錬しないと上手くなれないでしょ。細工は奥が深いのよ。なるほど。まあでもちょっと根を詰めすぎたっていうのは確かかも。体を少し伸ばしただけで全身が痛くなるなんて、重症だわ。そこまで細工の練習を頑張るなんて、何か特殊なものでも作ろうとしてるのか？言ったでしょ、私はあんたの夜空の剣を磨き上げていい状態に保ちたいって。細工の技術を上達させてやりたいことはたくさんあるけど、私にとってはまずそれが大事なの。その気持ちはものすごく嬉しいけど、リズは頑張りやすぎるところがあるからな、ちょっと心配だ。そうかしら。ああ、リンダースからアークソフィアに来た時も鍛冶屋をもう一度建てるのに苦労してただろ。慣れない場所で一から頑張って鍛冶屋を作っててすごいって思ったよ。まあ鍛冶への情熱は誰にも負けないもの。それにあの時はあんたにもいろいろ手伝ってもらったしね。素材集めとかな。なんだか思い出すと懐かしいよ。そうね、あの店も私にとっては大事な思い出よ。あの時も俺はリズに剣を作ってもらったよな。そうそう、楽しかったな。よかった。いや、あんたが私との思い出忘れてなくてよかったなと思って。忘れるはずないだろ。思い返せばリズは昔から俺を支えてくれたよな。いつも俺の相棒になる剣を作ってくれたし、今回だってアンダーワールドにまで来てくれた。まあね、今のあんたの相棒はその夜空の剣だけど、私自身がまずあんたの相棒でいたいんだもの。あんたの行こうとするところにはついていきたいって思ってるのよ。ああ、リズはいつだって大切な相棒だよ。俺もリズを支えたい。だから相棒として何かできることがあればいつでも言ってくれ。本当？もちろんだ。それじゃあ今からお願いがあるの。え？本当に大丈夫なのか？ええ、もう一思いにやっちゃって。一思いにって？私は大丈夫さ、早く。分かった、相棒だもんな。よし、いったー。
大丈夫か？手を離さないで。これに耐え抜けば肩甲骨の筋肉が伸びて楽になるはずだから。キリト、もっと腕を後ろに引っ張って。これ以上の角度に腕を引っ張れと？無理だろ、絶対痛いぞ。いいえ、お願い。自分の力じゃどうやったところでこんなに筋肉伸ばせないから。二人組のストレッチが効果的だとは言うけど、これはさすがにできない。見ていてこっちが痛くなってくるんだ。このままほっとかれても中途半端に伸びたままで関節が辛いのよ。治すためにはもうこれしかないの。お願いキリト。わかったリズ。なんか引っ張るこっちが怖いけど、行くぞ。来て。大事なのは勢いよ。勢い。リズの肩甲骨が伸びるように。腕をもっと。これ絶対痛い。痛いのは俺じゃないのに、見ている俺の方がどうしてかめちゃくちゃ痛い。肩甲骨が剥がれて痛いけど効く。ありがとうキリト、あんたのおかげで体がほぐれたわ。肩がすごく軽くなった。こっちは恐ろしくヒヤヒヤしたけどな。ダメよ、相棒が遠慮しちゃ。わかってるけど、心臓に悪かったよ。治ったから結果オーライよ。また相棒としてストレッチに付き合ってよね。またこれやるのか？当然でしょ、これからも細工の練習は続けるんだから。それに相棒のキリトがいてくれたら筋肉痛は解消できるしね。いや、できれば練習で無理すること自体をやめてほしいんだけど。なんでよ、キリトがいるからもう筋肉痛になっても大丈夫じゃない。ね、そういう問題じゃない。リズの徹底した努力家ぶりはいいところなんだけど、俺の心の平穏のためにもこれ以上無理をしないでくれ。これで全部かしら、あんたが私と出会ってからの話って。まあ多分な。まだまだ話足りないような気がするけど。奇遇ね、私もよ。でもそれはもともと私たちの話が尽きないからかもよ。まあどうしたんだよ急に笑って。いろいろ振り返ってみて、あんたとの思い出はやっぱり楽しいことばっかりだったなと思ったの。ああ、リズとはいろんなところで一緒に冒険したしな。キリト、もしかしたら忘れてるかもって思ったけど、私が作った剣の名前全部覚えててくれたわね。リズの剣はいつでも俺のこと支えてくれたからな、忘れるはずがないよ。みんなきっとあんたにそう思ってもらえて喜んでるわ。一緒に冒険したりふざけ合ったり、あんたと過ごしたこれまでの時間は全部かけがえのないものよ。まあ俺にとってもそうだよ。これからはまた新しい思い出作りしなきゃね。あ、リーズ、どうしたんだよ急に花同士を合わせてくるなんて。それにちょっと、そんなに勢いよく喋ったら唇まで触れちゃいそうじゃない。いやでも、あのね、どこかの国の習慣で鼻と鼻を合わせるのは信頼の証だっていうのがあるの。リズ、まあつまり私はあんたを信頼している。これもいい思い出になりそうでしょ。思い出って？でもリズ、あんたはいつでも私のヒーローでいてくれた。頼りになるし、何があってもみんなを導いてくれるの。だから私は誰よりもキリ、あんたはどう？ああ、信頼している。それよりさリズ。よかった、お互い信じ合える関係でいたいわよね。リズ、どうしたのよ。当たってるんだ。鼻はもう離したじゃない。いや、別の場所が。胸が当たってる。嘘、
そんな どうしてもっと早く言わないのよ。やっぱりあんたは信頼できないわ。いや、何度も言おうとしたんだって。でもリズが毎度遮っただろ。これは事故だ。そうかもしれないけど、今のこと早く忘れて。いいわね。わかった、わかりました。俺にも非はあるかもしれないが、理不尽だ。